ガオちゃんの西成チャンネル。こんにちは、すみません、ガオちゃんです。ギャオ、2月の新聞に出たでライオンちゃんや。あ、そうです。そうなんですよ。こいつ夢が叶った、西成のやつですよね。西成で、はいはい、ちょっと遊びたいと思います。お願いします。ではでは、花園のもちょっと楽しみたいと思います。はい、はい、やります。ちょっと西成ね、ブラブラしております。天気がね、非常にいいんでね、どこ行こうかなと思って。で、俺も行ったことないとこ行ってみたい。こことかも行ったことないしな。ここ有名やで、ナリア。で、俺酒飲まへんから。はいはいはい。あ、なるほどね、うん、飲み屋になかなか行ってへんから。安なっていくし、うん、こことかまあ有名やけどね、はい、どうします？どうしましょうか。ここも有名ですか？ここは有名です。酒飲むも、私は飲みます。行く？そうですね、はい、行ってみましょうか。西成チャンネル感じの外の席に座りました。外やったらセルフということで、今日もね、こんな感じでええ感じなんですけど、はい、何飲む？せっかくやった、もうあれ飲む人飲んで、はい、飲む人、これやっぱり、ね、この笑が朝8時から俺でかい方がいいかな。モーニング行きます？もうでも時間は終わってる。あ、そうか、12時は終わってるから、まあ、適当になんか頼みますか。結構メニュー多いんや。あ、行きますか。作りとか焼き物で一品ちょっと開き目でやったね。行きますか。あ、おでんとかメニュー多いね。安いね。あの、なんかイエちゃんが、はい、バカ笑いして後ろ倒れたら切れる。あ、わかりました。あ、やってますな。今行きます。背筋ピンって伸ばすぐらいで、はい、全然いける。ランドセルのシーズン、お酒も多いね。背筋ピンやな、天使の羽。酒も多いな。わ、ええやんか、これちょっとあったかなってきたこの季節に最高ですね。あ、いいですね。いいですね。カメラビール継ぎましょうか。あ、ありがとうございます。ちょっと私コーラに、はい。松永さん携帯あります今？うん。あ、最悪、 SD カード入ってんの？はい、勝手にちょっとあの携帯で、はい、ちょっと外の感じいいね。いや、いいですね。はいはいはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。西成、西成。あ、いいですね、麻婆豆腐。あ、麻婆豆腐もあるやんか。いいですね。あ、おーちゃん麻婆豆腐ポテサラもあんねん。自慢のポテサラね。ポテサラ食いたいね。麻婆豆腐とポテサラと、あ、肉豆腐いっとかなかれちゃう。肉豆腐、はい、麻婆、ポテサラ、肉豆腐。すいません、やっぱ何が嬉しいってね、おタバコ吸われる方はこちらのお店おタバコも吸えますから ね、 ここね、はい、近くにね、あるんですよ。いいですね。嬉しいですよ、もうおタバコ吸えるんでしょ。これはまあほんまに三角公園のすぐ近くの萩の茶屋、萩の茶屋の、萩の茶屋ってあるんですね、ここ。西成チャンネル。はい、ちょっと鳥居だろうなんか。はい、さっき取れ高ある程度やっといて、はい、あとゆっくりする時間とね。そうですね。どうですか？美味しい。美味しい。もうザポテサラ。ポテサラ。シンプル。中一。うん。ああ、いい匂いしてる。きめ細かい。隠さないというのはやっぱり気持ちいいですね。そこはね、はい。上品ではないけれども、それがまたよしという。どうですか、どうですか。ガオちゃんどう？玉ねぎ効いてるね。玉ねぎ効いてる。甘いね。うん。で、冷たさがいい。味言うのよ、普通。普通味言いますよ。その、うん。優しい味やね。うん、優しい。ほんまに。で、サラサラな部分と、ちょっとゴツゴツの部分と、うん、いいバランスで。サラサラ。いろんな歯応えもね。ちょうどいいマヨネーズの感じですな。うん、やってますな、うん。西成ですな、これは。お茶に合いそう。いや、合わないかも。やってますな。今日はなんかね、もう、はい、私たちはもう、はい、人気もんやね。もう昼の12時ぐらいからやっております。はい、こうちょうど日差しがね、こうやってみんな顔しましまなる感じも悪くないですね。ほんまや、めっちゃしましま。顔しましまで飲めることなかなかないから。褒めるとこ他ないんか。シマウマぐらいで。シマウマ水も飲んでる時ぐらいで。言い方とか。シマシマで飲んでる時。盛り上がってるやろ。はい、
あーだけで会話できてますね。みんなあーって言った、まあ、いいですね。ちょっとリエちゃんもバックパッカー感あるね、はい、確かに旅行感、はい、何でもぶら下げるからね、はい、そうです。ほんまにおばちゃんになるとね、やっぱ何でもぶら下げちゃうんですよ ね、 ね、イヤホンとかね、マスクをぶら下げて、はい、はい、もうそうなの。おばちゃんやっぱ何でもぶら下げる、何でもぶら下げちゃう。おばちゃんはでもおばちゃん、いやおばちゃんでも唯一ぶら下げてないもんがあるんちゃうか。なんやなんやそれ、お前は。おばちゃんで唯一ぶら下げてないもんあります？深夜だ。ほら、あんたほんまに。うまい。飲んでないのにやってんもんな。やっぱ西成の雰囲気出ますね。いや出ますね。こっちはいい。ほんまにいいな。これちょっと今日なんか旅行来た感じするよね。いやまだまだいろいろありますからね。今日のまた気候が最高。まあ春でまあ豆腐ができました。やっぱ西成といえば肉豆腐ですよ。わわわわわ。カサムさんの携帯でこれもちょっと買ってもらってこちら380円です。ちょっとね、光写真でもいいです。おいしい。今トリブック見ます。じゃあ俺もその肉豆腐食べるだけのショート、うん、あのいっぱいしてたら甘みがある、うん、優しい味してますよ。厚さもちょうどいい、うん、結構豆腐もダイナミックやね、うん、でかいから、うん、はい、あ、あれです。麻婆豆腐です。名物、はい、名物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 、これ何倍やった？これも380円。安い、安い、安い、うん、あ、辛めの、あ、辛めの、辛めの、うん、ちょっと赤いもん。辛めの中に甘みもあって旨みもある麻婆ですな、これ。この、これが麻婆。食べれるよ。なんかその、めちゃくちゃ熱そうに見える。確かに。びっくりするぐらいちょうどいい温度やから。麻婆にはうるさいよ。麻婆にはうるさいよ。麻婆にうるさいですからね、高尾さん今ね。うん。麻婆大ハマり。ハマってる。うん。辛いし。うん。野菜が、野菜肉がこうたっぷりで。はい。具だくさん。うん。深みあるし、栄養もありそう。うん、飲み屋のこれ酒進む麻婆やね。あっての麻婆。あて麻婆。やっぱなんかコメントうまいですね。まあ、はい、ロケ、グルメロケ一本でやってきたから。やってきた。西成グルメロケ。本気出したらもっとやで。こんなもんじゃない。うん、俺を舐めんなと。うん、辛っこれ。そんなにですか。辛いね、うん、いただきます。あ、うん、甘みの方が強いですね。あと後半辛い。後半辛い。あー、なるほどね。あ、美味しい。でもまた手伸びるな、うん、うまいわ。でも、うん、進む。これいいな。いや、これ手伸びる、はい、縮まるのような。じゃあ箸進むでええやん。手伸びるって縮まるのような手伸びる麻婆豆腐。いただきます。うん、うまい、うんうん、全部の味が結構優しめですね。確かに、あっさりしてる。うん、うん、なんかホルモンとかあるのかな。うん、ホルモン的なもんあるの。ありました。ホルモンいっとこうか、やっぱホルモンいっとこ、うん、西成やし。辛いね。辛いですね。うん、うん、でもいい辛さです。雰囲気やね、雰囲気。辛くない。ビール瓶と板でできたやつという感じがいいですね。いや、そうですね。で、このビールの、あ、すいません、ケースがね、ビールすいません、はい、ビールやってますな、皆さん。いや、そうですね。なくなるの？あの、なくならないです、あそこに。すいません、お客様が運んでくれました。はい、お客様が運んで、うわー、これがスタミナ焼きです。スタミナ焼き、これはおいくらですか？これ380円。うわー、安い。スタミナ焼き、わ、これスタミナ好きそうやね、その名の通りまんまのこと言ってる。ニンニクスタミナ炒め、ちょっと香りからね。うわ、間違いない匂いしてる、ね、間違いない匂い。鶏ももかね、これ。うわ、リング、リングネギしてる。アクセしてる。やらかいやん。うん、うますぎオベーションしてる。何？その時間とって何や、酒飲んで。何の時間や、これ。うまい。いや、うまいか。さやったら120点出せるから。まあね。うん、あ、うん、うん。めっちゃ。うん、美味しい。このな、ネギ旬でるとこうまいで。え、ほんま？うまいわ、ほんま。旬どる。うん。だけかい。全体的にめちゃめちゃ濃いわけだ。そうなんですよ。だから、ね、めっちゃいいんですよ。うん、優しいです、味が。皆さん、ご満悦でございます。はい、面白い、面白くて、美味しくて、気持ち楽しいお店でございました。ちょっとまた次行きたいと思います。
成屋さんでございました、はい、ありがとうございました。西成チャンネル立ち飲みやけど座らせてもらいました。はい、最高の天気でね、オープンテラスで飲めてよかったです。ちょっとね、さらに他ちょこちょこ回りたいと思いますんで、はい、次ちょっとホルモンでも、はい、あ、いいですね。ちょっとあれしてもいいですな。いいですね。4年で行って、はい、最低いくらですか。2,990円。ビンビール3本いってですね。はい、安いです。ということで、ちょっと西成の近く歩いて、こちら西成のホルモン天ぷら、ホルモンの天ぷらというか、ほら猫も歩いてますわ。猫歩いてるの。猫も雰囲気出てますわ。はい、ということで、こちらホルモン天ぷら483で出してもらいます。ありがとうございます。483大将もちょっとね、はい、ええ感じでありがとうございます。やらせてもらってて、じゃあこちらでちょっといただきますか。はい、行ってきます。めっちゃいいな。はい、ちょっと西成、西成、西成チャンネル。